まあ旧州議事堂を見ましょうよ。観光客用パンフレットはないかしら。おい、お望みは何でしょうか。よし、休もう。今お話ししてもいいですか。すべて順調にいってるか。概して言いますと順調ではありません。ここまでの旅を通して情報収集に力を入れてきました。それで自己診断したところ厳しい結論に達しました。私の科学的進歩を妨げていたのはデータ不足や共同研究の少なさではないのです。これまでに偉大なロボット科学者はいませんでした。これは避けられない現実なのです。ロボットは素晴らしいことができる。間違いなく科学に貢献しているはずだ。人間から支持されている時だけです。自分たちだけでは意外性のないレール上を歩いているだけなのです。アインシュタインや私の名前の由来となったキュリーなど歴史上の偉大なる科学の賢人たちはローデータの解析能力以上の何かを持っていました。彼らにはひらめきがあったのです。この神出鬼没の創造性こそ手に入れなければならないのです。どうするつもりだ。この不思議な世界で医学の知識を深めるには大冒険に出るしかありません。人間もしくはできるだけそれに近い存在にならなければいけません。私のすべてを人間の脳にダウンロードする方法を見つけなければ。助けてくれるかもしれない人を知っている。ドクターアマリだ。お願いします。彼女と会って話さなければいけません。不可能な目標かもしれませんけど追求しなければならないのです。待て待て待て、はっきりさせてくれ。古い中国軍潜水艦があった。戻ってきたのね、輝きの海から。どうだった。バージルを見つけた。インスティチュートに入る方法を知っていたが、コーサーのチップからコードを手に入れる必要がある。コーサーのチップ。コーサーと戦ったの。まあすごい。残念だけど役に立てない。人造人間とは何度も仕事をしたけれど、コーサーとは一度も。このチップの役目もわからないし、ましてや解読なんて。でもレールロードにいる友人なら、彼らならできるかも。持って行って彼らに何ができるか試してみて。ここにいる友人はあなたの助けが必要なんだ先生。あら、メカニックじゃないわ。彼女は私に何の用があるの。先生こんにちは。人間の脳に私のデータとコアプログラムをダウンロードしたいのです。何を、何をしたいって。彼女は本気。キュリーは戦前の研究データをたくさん持っているんだが、ロボットとしてはこれ以上研究を続けることができないんだ。なぜできないの。私のロボットシステムには基本的制限があります。人間的特性であるひらめきへの適応力がありません。あなたが提案していることを今まで考えたこともなかった。これは面白い問題ね。記憶はさほど難しくないでしょう。ここでは常にそれらを脳からコンピューターに変換しているからね。ラウンジはそういう仕組みよ。しかし彼女の性格はどうかしら。ロボット的なプログラムされた意思決定力などの余分な部分は。普通の有機体の脳みそはそれらの扱いに困るわね。人造人間の脳ならどうかな。すでに両方の中間のようなものだし。人造人間の脳でしか成功しない理由は。はっきり言っとくけど失敗するかもしれない。ただ人造人間の中には脳に直接作用するサイバネティック強化されたものもいる。インスティチュートはローデータの通訳者を探したんでしょう。少なくともそう望んでいるわ。つまり可能なのか。可能性はある。人造人間が必要よ。それに関しては手立てがある。人造人間に施す記憶消去のことは知ってるでしょ。でも処置がいつも成功するわけではないわ。何か問題が起これば脳死状態に陥る可能性がある。生きてはいても認識ができない状態のことよ。ある脳死状態の人造人間の世話人をしているわ。もし協力的であればあなたの友人の意識を彼女に移してみてもいい。
この手術を行う意思があるということか。私の患者はリスクを承知で記憶交換を望んだの。彼女は新しい人生を欲しがっていた。私は失敗した。だけどこれは、この処置は彼女の望みを叶えることに一番近いのかもしれない。だけど私は判断を下せない。世話人の判断ね。連絡が取れるまで一日だけちょうだい。警戒心が強いけど話は聞いてくれると思う。先生と一緒にいます。全てうまくいくと前提して、処置に臨む際の準備をしておきたいのです。G519 にロボットの脳みそを入れたいというのは君のこと？彼女は人造人間だということを知っているはず。本をすべき者たちよ。グローリー、彼女は新しい記憶を欲しがっていた。そのために自分の性格が全て消去されることを知っていたわ。違う記憶なだけよ。もしかしたら彼女のものよりいいかもしれない。わからない。彼女を手放した方がいいのかもしれない。彼女の犠牲が他の誰かに命を与える。それは彼女が喜ぶと思う。分かった。やってくれ。気が変わらぬうちにやってくれ。キュリー、始めましょう。最後まで見届けるべきだね。全ての不必要な作業を停止して。そうだ。よし、接続完了。友人の記憶にアクセスできるわ。 G5 はすでに準備完了。すぐに終わる。はい、できた。私、胸が、何が起きてるの？息をするの、自律機能よ。体の好きにさせてやって。変、気分が、とても変な気分です。話を聞いて、聞こえる？名前は何？私の称号は、感染症脆弱性診断技術ロボットです。通称、キュリーです。期待できそうだ。よし、上出来よ。じゃあ認識機能をテストしてみましょう。1たす2は3です。ベースボールのボールが頭に投げられたらどうする？動きます。思い入れの深い記憶を考えてみて。最初に頭に浮かぶものを教えて。ドクター・バローはとてもご高齢でした。ボルト81で、私が住んでいたセクションでは唯一生存していた科学者でした。とても衰弱していて、自分のベッドで横たわっていました。キュリー、あなたは、と私に語りかけてくれたのですが、何かを言い終える前にお亡くなりになりました。あら、内側が変な感じがします。何が起きてるのでしょうか？悲しんでいるのかもしれない。友達のために。当機体には友達というものはいません。ですが、ほら、ドクター・バローのことを思うとまた胸が締め付けられます。手術は成功したように見える。だけど相当な調節が必要だと思うわ。彼女がうまく順応できるようになるには、あなたの力が必要になるかもしれない。ありがとうございます、先生。この機会を与えてくれて。大丈夫？頭痛は？心雑音は？筋肉の痙攣はない？ G519 はたくさんの苦しい思いをしたが、平気だった。しっかりしていた。少しでもその要素がまだ残ってるといいんだが。残ってなかったら、せめてこの手術を価値のあるものにしてほしい。 G5 はどんな人造人間だったんだ？強情だった。 SRB が記憶を何度も強制的に消去しなければいけないほど強情だった。 G5 と会った時、彼女は全く気づいてくれなかった。だけど彼女にはインスティチュートにいた時の借りがあった。これ以上は話せない。 G5 を失ったことは辛い。だけど彼女は自分の死が意味あるものであってほしいと願ったはずだ。本部でまた会おう。おい、何かお手伝いしましょうか？
交換はいいことです。おい、お望みは何でしょうか。忘れない呼吸をすること。このことを忘れてしまったらキュリーがいなくなるのではと考えてしまいます。やることすべてに興奮を感じるのですが、何か新しい要素が含まれているのでしょうか。腕が吹き飛ばされてしまったらどうしましょう。今までのように簡単に修理ができなくなりました。心配しなくても守ってあげるよ。気分が良くなりました。落ち着きます。私は大丈夫です。徐々に理解できるようになります。なるべく早めにと望んでいますが、時間がかかるとは思いますが、少々辛抱してください。この素晴らしいハードウェアを使えば研究も発展すると確信しています。近づきすぎるな、タフガイ。新顔はサードレールに行けば歓迎されるってハンコックが言ってるだろ。行ってきな。泊まる場所が必要なの。こんなゴミみたいなところでお目にかかれるとは驚きだな、マクレディ。どれくらいでお前の手下に見つけられるか疑問に思ってたよ、ウィンロック。もう3ヶ月にもなる。腕が鈍ったなんてほざくなよ。外に出るか。そうじゃない、ただメッセージを伝えに来ただけだ。忘れてないと思うが、ガンナーズとは縁を切ったんだ。ああ聞いたよ。だが連邦でまだ仕事をするつもりならそうは問屋が下ろさないぜ。お前の命令なんか聞かないね。今となっては女を連れて今のうちにここから出て行ったらどうだ。なんだと、ウィンロック、こんなザレ言を聞くことは。いいかよく聞け、マクレディ。あんたの体に弾丸を打ち込んでいないのはグッドネイバーとの戦いを望まないからだな。相手の境界線に配慮している。正々堂々と行う方法を知っている。あんたとは違って。がっかりさせることができて何より。生きがっているといいさ。だがな、ガンナーの縄張りでまだ動き回るようなら全てを白紙に戻す。分かったな。言いたいことはそれだけか。ああ、これだけだ。行くぞ、バーンズ。いいか、原子力について説法したり、友達を探しているなら、お門違いもいいところだ。雇われの殺し屋が必要なら、話に乗ろう。まず、この二人が誰だか話してもらおうか。他の人間を踏み台にして、トントン拍子に出世することを望んでいる脳なしどもだ。驚くことじゃないが、それがガンナーズと共に行動するということだ。ガンナー一家なんて聞いたことないな。誰だそれは。連邦で最大のギャングたちさ。悪い評判を得ていたな。いわばかなりしっかり団結したカルト教団の一種か何かだと思うだろうよ。見入りが良かったからしばらく行動を共にしていたが、全く自分には合わなかった。だからきっぱりと縁を切って単独飛行を始めたのさ。でお前はどうなんだ。不意打ちを食らわないという保証はどこにあるんだ。いつもこんなに疑い深いのか。なあ、お前から近づいてきたんだ。率直に言ってそもそもこの連邦にいること自体大きなリスクを背負っているんだ。何事も運任せにするつもりはない。で最初の質問に戻るが、お前は信用できるのか。ちょっと待て、何のリスクについて話してる。もう話しすぎるほど話した。ペラペラと余計なことを喋らないようにしないとな。いいか、20の質問ゲームはうんざりだ。今取引してやるよ。250キャップで前払いだ。で交渉は一切なし。どうだ。交渉が全てだ。200キャップでどうだ。ひどく値切ったな。だがいいだろう、お前のガンマンになろう。それじゃあボス、ここから出ようか。おい、それで
望みは？何か言いたいことはあるか？お前が指示して俺が撃つ。手順は極めてシンプル。お互いの関係についてどう感じてるんだ？二人の関係がいい感じなのか自分でもわからない。判断するには時間が必要だ。今言えるのはこれだけだ。了解。